未来モンスターは、フジテレビ系列で2014年4月6日より、毎週日曜日11時15分から11時45分に放送されているドキュメンタリー番組。開始当初から2017年3月26日までは、トヨタ自動車の同年4月2日から2021年3月28日までは、朝日成の一社提供番組であった。しかし、 2020年10月25日の放送分は、朝日火星の自社工場での火災事故を受け、CM 枠を全面的に AC ジャパンに差し替えられた。2017年3月までの3年間は2020年の東京オリンピック、東京パラリンピックの開催が決定し、その東京オリンピックや将来の可能性を秘めたアスリートの卵たちに、スポットライトを当て、MC の関根勤務。 高橋みなみ、未来モンスター紹介人の沢部優、又吉直樹の4人がそのアスリートの原石となる、彼らを応援するというものであった。関根、沢部、又吉は本番組の前番組である、笑っていいとも、増刊号終了時のレギュラーから引き続きあたり、番組に出演する。2017年4月2日から番組が3年ぶりに、リニューアルされ、提供が、 トヨタ自動車からアサヒカに変更となった。これにより、メトロポリタンジャーニー以来20年ぶりに富士テレビでのアサヒカの一社提供番組が復活した。スポンサー交代に伴い、かねてからトヨタがサポートしておりあたり番組で、ミラモンナビゲーターを務めてきた AKB48 チーム8メンバーの番組出演が3年で終了し、その代わりに2017年以降、 アサヒカ製グループキャンペーンモデルが次回予告紹介人として参加するほか、未来モンスター紹介人として、順一ラビットソンなど芸人数人が、さらに未来モンスター世代代表として AKB48 の高橋樹里が加入した。これまでは将来の可能性を秘めたアスリートの卵たちにスポットライトを当てていたが、リニューアルにより将来の可能性を秘めた。 様々な業界の卵たちにスポットライトを当てる番組へと変更された。しかし、2020年2月9日、放送分を最後に、スポーツ以外の卵は扱っていない。2018年3月25日の放送内で、第1回から出演していた高橋みなみが降板し、AKB48 グループ総監督を引き継いだ横山優衣が当番組でも、 翌週4月1日放送分から公認の MC として加入することが発表され、加えて週替わりだった紹介人の雷の石田匠が昇格となった。高橋ジュリーが2019年3月で降板した後、同年4月7日からは AKB48 の矢作萌夏が加入し、未来モンスター紹介人として初の俳優でもある磯村勇人が加入した。 同年10月27日の放送で、矢作が AKB48 からの卒業を発表して12月で降板となり、2020年1月5日より AKB48 の岡部凛が加入した。出演者の肩書きは収録、放送当時のもの。MC 未来モンスター紹介人次回、予告紹介 MC 未来モンスター紹介人ミラモン。 ナビゲーター次回予告紹介スタジオゲストロケゲスト2021年4月4日以降全編ネットワークセールス枠ではあるが一部系列局では独自のスポーツ中継特番によって臨時で時差ネットになることがある番組スポンサー変更に伴い以下の系列外放送局での放送は終了したありがとうございます